東京ドームです。読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンイーグルス、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は勝利を呼ぶ投球菅野、対するイーグルスの先発はうなる剛速球本郷。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。マウンド上ピッチャーは勝利を呼ぶ投球菅野。マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、バッターロマンあふれる長距離砲辰巳。第9球投げました。初球打った、ピッチャー返し抜けた。辰巳いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球一塁ランナー走った、盗塁を許します。辰巳今シーズン10個目の盗塁を決めています。第2球見送ってボール。第3球は外れたボール。次が4球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。追い込んで投げた、外角低め、フォークは外れてボール。第6球を投げた、打った、レフトへ飛んだ、ヒット、レフト前ヒットになった。鈴木ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。まずは一塁牽制、タッチセーフ、ボール。第2球投げた、ストレート見送ってストライク、投げた、低めのボール引っ掛けた、フラフラっと上がった。坂本余裕があります。抑えた、一塁へ送る。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。第9投げた、初球外れてボール。第2球決まった、ストライク。第3球は内角際どい球、ボール。第4球を投げました、打ちました、これ投げ通過。坂本取った、一塁送球、イーグルス先手を取りました。1対0。バッターは5番島内。第9球投げました、外角高めボール。第2球投げました、2球目ストライク。投球はこれから3球目、打ちました、センター方向へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。マウンド上はうなる剛速球本郷。マウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは止まる。第2球投げました、ボール。投げました、見送ってストライク。次が4球目、投げた、これは引っ掛けた、これは打たされてピッチャーフライ。マウンド前方掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた、ストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、スライダーボール。第3球スライダーボール、インローへ。第4球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、あっと、一塁送球、一塁セーフ、記録はヒット。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。リプレイをご覧ください。バッターは3番結城。第9球打った、ファール。初球ファールから投げた、低め際どいボール。投球は3球目、投げました、ボール。次は4球目、投げました、引っ張った、レフトの左、レフト前ヒット。
一塁ランナー二塁を回った。バッターランナー二塁でストップ。勇気ツーベース。ジャイアンツ逆転のチャンスを迎えます。岡本背番号25。第9投げました。初球決まってストライク。キレのある変化球。初球ストライクから第2球インコース見送ってストライク。追い込んでから投げました。アウトコース低め。空振り三振。岡本栄養にやられてしまいました。バッターは5番。緊迫した場面が続きます。初球見送ってストライク。まずは見送りました。第2球見送ってストライク。投球は3球目。投げました。低め。スプリット外れてボール。次は4球目。投げた。空振り三振。バッターアウト。先ほどのプレーです。ジャイアンツ二塁三塁にランナーを置きましたが同点には至りませんでした。1回が終了しまして1対0です。2回の表これからイーグルスの攻撃に入ります。トップバッターは秋葉。投げた。決まってストライク。第2球投げた。打った。三遊間ライナーで破った。ヒット。秋葉いいバッティングを見せました。左バッターボックスは田中。第9投げた。ストライク。いきなり151キロ。1球目空振りからボール。第3球バントした。ピッチャーの右へ転がした。ベースカバーに入る。吉川取ってアウト。右バッターボックスは8番内田。背番号36。第9ボール。投げた。低めボール球打った。1、2塁間への当たり。アウト。ジャイアンツなおもピンチが続きます。バッターはピッチャー本郷。初球スライダー空振り。第2球投げました。またも空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。スライダー空振り三振。菅野見事なピッチングです。菅野2アウト3塁のピンチでしたがここはゼロに抑えました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは平際の魔術師丸。第9初球から打ってった。これはピッチャー正面。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番大城。第9低めカーブは外れてボール。第2球投げました。2球目空振り。少し迷ったか。第3球を投げました。カーブはボール。第4球を投げました。打ちました。三遊間のゴロ。一塁送球。判定はセーフ。記録はヒットになりました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番吉川。第9投げた。初球はストライク。いきなり151キロ。第2球投げた。打った。打球はレフトへ。ヒットになります。吉川ナイスバッティングです。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。第9投げた。アウトコース高め。ストレートは外れてボール。第2球バントしました。ピッチャーの左へ転がした。三塁へ送る。三塁フォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。打ちました。掴んでこれで3アウトになります。ジャイアンツ2塁までランナーを進めましたが同点に追いつくことはできませんでした。2回の裏が終わりまして1対0です。イーグルスこの回は打順よく1番からの攻撃。バッターはロマンあふれる長距離砲辰巳。見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球投げた。打ちました。当たり損ねのセカンドゴロ。吉川ボールを取る。セカンドから1塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターバントの名手鈴木。投げた。打ちました。初球打ち。坂本掴んだ。
アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番浅村。第1打席はショートフライに倒れています。第9球投げました、完全に外れた、ボール。第2球ボール、外角低め。第3球を投げました、3球目ストライク。次は4球目投げました、打った、センターフライ、飛距離は出ていません。取ってこれで3アウトチェンジ。菅野、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって1対0です。ジャイアンツ、この回は上位打線から始まります。バッターは守備の名手坂本、見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ピッチャーの正面、ピッチャー返し、本郷、今拾った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番結城、これが2度目のバッターボックス。投げました、ボール。投げた、インコース低め、外れてボール。投げた、決まってストライク。投げた、内角低め、ボール。第5球投げた、決まった、ストライク。次が6球目投げた、直球、空振り三振。バッターは4番岡本、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げました、ボール。投球これから2球目、危ない球。投球は3球目投げました、3球目ストライク、伸びのあるストレート。さあ4球目、ストレートはストライク。第5球投げました、打った。第6球を投げました、打ちました、ヒット。岡本、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。第2球投げました、スプリットはボール。第3球を投げた、追っつけて打つ、ファウルボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打った、取りました、これで3アウト。ジャイアンツ、ファーストランナー残塁、序盤終了しまして1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは東、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、ボール。投球は3球目投げた、ストライク。次は4球目投げました、見送ってボール。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、打った、ピッチャー坂本、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番島内、第1打席はセンターフライに倒れています。第9投げました、ストレートはストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、三遊間の当たり、ショートから一塁送球、アウトです、一塁はアウト。左バッターボックスは6番秋葉、第9球初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、レフトへ持っていった、レフト前ヒット。秋葉、ナイスバッティングです。さあリプレイです。
バッターは7番田中。今日2度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げた、スライダーボール。まずはアウトロー。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打った、これは内野ゴロ、菅取った、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー秋葉残塁に終わりました。4回の表が終わって1対0です。4回の裏、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、バッターは平際の魔術師丸。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。打ちました、丸ボール。第2球投げた、スプリット空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、ボール。次は4球目投げました、空振り三振。最後は力でねじ伏せられました。バッターは7番大城。外角高め見送ってストライク、いきなり152キロ。1球目ストライクから第2球投げました、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、ボール。投げました、打ちました、一二塁間のゴロ、あっと抜けた。大城、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番吉川。これが2度目のバッターボックス。スライダーはストライク。初球空振りからボール。第3球を投げた、インローに送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、膝元、外れてボール。第5球投げた、カーブはボール。一塁牽制、タッチはセーフ。第6球を投げた、流し打ち、どうだ。サードへ力のないライナー。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げました、打ちました、これは打たされてファーストフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。4回の裏が終わりまして1対0です。5回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。トップバッターは内田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、低め見送ってストライク。第3球はストレートはボール。さあ4球目、直球ストライク、タイミング合いません。投球これから5球目、外角低めいっぱい、見逃し三振。第1球初球決まってストライク。第2球フォークボール空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、アウトロー、外れてボール。さあ4球目、危ない球。第5球投げました、スライダーボール。さあ6球目投げました、渾身のストレートを見逃す三振。バッターロマンあふれる長距離砲辰巳、見送ってストライク。第2球投げた、バッターの足元。第3球はスローカーブ、見送ってストライク。第4球を投げた、打った。第5球投げた、打った、強烈、掴んで、これで3アウトになります。
菅野、三者凡退に抑えています。5回の表が終わって1対0です。ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは泊まる。今日はピッチャーフライとファールフライ。投球これから2球目。2球目ストライク。第3球低め、ボール球打った。あっと取れない。止まる、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番坂本。今日3打席目。第9投げた、外がいっぱい決まってストライク。第2球投げた、打ちました、鈍いゴロ。浅村ボールを取る、一塁送球アウト。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。投げました、インコース低めストライク。いきなり154キロ。さあ次の投球決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、低めボール。第4球を投げました、ボール。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。ストレートはボール。第6球を投げました、スプリット。見送ってフォアボール。今日は安打を放っています、バッター岡本。第1球投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げた、スプリットはストライク。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、空振り三振。高めの変化球にやられました。バッターは5番、怖いバッターが続きます。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。投げた、初球カーブは空振り、タイミング合いません。1球目空振りからボール。第3球を投げた、あっと引っ掛けた、ファールボール。二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ。二塁はセーフ、スプリット、空振り三振。これも三振、チャンスを生かすことができません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツ得点圏にランナーを送りましたが同点には至りませんでした。前半が終わりまして1対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッターバントの名手鈴木。投げました、変化球ストライク、インハイへ。第2球投げました、決まってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、打った、引っ張った。第4球を投げました、打った、吉川ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9投げました、打った、これは強烈、いった一直線、看板直撃。第14号ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは4番アズ。第9投げた、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。東、いいバッティングを見せました。バッターは5番島内。今日はセンターフライとショートゴロ。第9ボール。第2球投げた、空振り。投げた、決まった、ストライク。第4球を投げた、ボール。インコース低め。第5球投げました、打ちました、いい当たり、ショートライナー。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9危ない球、
一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げました。外角高め際どい球ボール。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。投げました。ストレート決まってストライク。タイミング合いません。菅かなりランナーの動きを警戒しています。打った、ファール。第5球投げました。流し打ち、スタンドに入りました。ファール。次が6球目、打ったに当たりだ。打球はセンターへ。これはヒットになります。秋葉ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターは7番田中。これが3度目のバッターボックス。投球これから2球目、外角見送ってストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げた、打ちました。さあ5球目、打ちました。抜けた、ライトバックホーム。田中いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第9投げた、スライダー見送ってストライク。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、低めの球空振り。少し迷ったか、追い込んで投げた、見逃し三振。外角高めいっぱいに決まった。6回の表が終わって2対0イーグルスリードを2点としています。さあここは守備を変えてくるようです。6回の裏2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、バッターは平際の魔術師丸。今日はピッチャーゴロと三振。初球見送ってストライク。いきなり152キロ。投球これから2球目、外角低め見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球はストレート、空振り三振。丸全くタイミングが合いません。先ほどのプレーです。バッターは7番大城。第9投げました、外れた、ボール。さあ次の投球投げました、2球目ストライク。投球は3球目、投げました、ボール低め。次が4球目、投げました、打ちました。茂木掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番吉川。第9投げました、ボール。投げた、ストライク。投球はこれから3球目、インコース低め空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた、インコース低め、見逃し三振。ジャイアンツ最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。中盤まで終了しまして2対0です。菅の降板、マウンド上は田口。今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げた、決まった、ストライク。タイミング合いません。第2球投げた、インロー、ボール。第3球を投げた、打った、流し打ち、勇気。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9外角へストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、低めいっぱいストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、1球外した、ボール。次が4球目、投げました、見送ってボール。さあ5球目、変化球、空振り三振。バッターバントの名手鈴木、今日はここまで3打数1安打。投げました、これは上がりすぎたか、ライト落下点。取ってこれで3アウトチェンジ。田
口三者凡退無得点に抑えています。7回の表が終わって2対0です。バッターは代打佐藤。第1球投げました、ストライク。第2球投げた、アウトコース低め、外れてボール。投げた、カーブ決まってストライク。次が4球目投げた、低め際どいボール。次が5球目スプリットはボール。次が6球目投げた、流し打ち、どうだ、ライトの右、ライト前ヒット。佐藤ナイスバッティングです。バッターはトップに返って止まる。今日はここまで3初球送りバント、ピッチャーが左へ転がした、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げた、ボール。投球これから2球目、アウトコース低め、ストライク。伸びのあるストレート。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。第5球投げました、空振り三振。バッターは3番結城。第1球ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。次が4球目投げた、打ちました、引っ掛けた、打球は三遊間へ、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二塁ランナー佐藤残塁に終わりました。7回までが終了しまして2対0です。田口降板、左の高木今日3人目のピッチャーとして登板です。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた、初球はストライク。初球ストライクからボール。第3球は直球ストライク、インハイへ。第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった、アウトローへストライク。第2球打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。東いいバッティングを見せました。先ほどからショートの守備に入っています、茂木。第1球初球を打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げた、アウトコース高め、ストライク。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、打ちました、取りました、これで3アウト。イーグルスファーストランナー残塁、8回の表が終わって2対0です。8回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは岡本、今日はここまで3打数1安打2三振。投げました、流し打ち、ライナーだ、ライト前ヒット。岡本ナイスバッティングです。バッターは5番、今日はここまで3打数ノーヒット2三振、打ちました、スライディングキャッチ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました、初球空振り、変化球にキレがあります。初球空振りから第2球、2球目ストライク。同期は3球目投げました、打ちました、内野ゴロ。鈴木ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。ここまで2安打の大城。第1球初球決まってストライク、いきなり154キロ。1球目ストライクからアウトロー空振り。第3球は高
め、ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げた、打った、ボギーバック、ヒット、センターバックホーム、大城いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。カーブはボール。さあ次の投球、変化球はアウトローへ、ボール。第3球はボール。第4球を投げた、4球目ストライク、キレのある変化球。次は5球目、打った、アルボーン。第6球をランナースタート、結局フォアボール。これで満塁です。本郷降板、左の池田、今シーズン初のマウンドに上がりました。期待しましょう、注目の投球です。さあここが試合の分岐点となりそうです。投げた、危ない球、投球これから2球目、打った、流し打ち、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。池田やりました、イーグルス、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。高木降板、左の大江、最終回2点ビハインドの場面でマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、ストレート見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球、ボール。第4球を投げた、打った、センター方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番三馬、今日2度目のバッターボックス。第1球投げた、初球スライダー空振り。第2球投げました、外角低めいっぱいストライク、これで追い込みました。第3球インローの直球はボール。第4球を投げました、打ちました、坂本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。ピンチヒッターは小深田。第1球投げました、初球空振り。第2球流し打ち、どうだ、ライナー破った、打ったバッターは2塁へ向かった、ランナー2塁でストップ、小深田ツーベースヒット。打順は1番に帰って辰巳、第1球投げました、初球打って出た、ヒット、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、イーグルス1点入りました、3対0、辰巳タイムリーツーベースヒット。ジャイアンツなおもピンチが続きます。バッターは2番鈴木、今日はここまで4打数1安打、投げました、外れた、ボール。投げた、変化球見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、外角低め、空振り三振、応援三安がうなります。9回の表が終わって3対0、イーグルスリードを3点としています。池田降板、そしてマウンド上はクローザーブゼニッツ、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。投げた、直球見送ってストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、止まる、一塁回って二塁へ、止まる、ツーベースヒットを放ちました。今日は安打を放っていますバッターの坂本。第1球投げました、ナックルカーブ見送ってボール。第2球投げました、ナックルカーブ決まってストライク、変化球にキレがあります。投球は3球目、投げました、決まってストライク、キレのある変化球。
第4球を投げました。見送ってボール。第5球投げました。インコース高めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。ランナー1人を置いて迎えるバッターは勇気。1球目ストレート空振り、いきなり154キロ。さあ次の投球、ボール外角高め。第3球を投げた、打ちました。ファール。次は4球目投げた、ボール。第5球投げた、打った、抜いていった。勇気ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。第9投げた、外を際どい、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、アウトローを見送ってストライク。さあ4球目引っ張った、入れば同点だ。スタンドに入りました、ファール。さあ投球は5球目、打ったいい当たりだ、ライナー、レフト前クリーンヒット、ボールは中継。ジャイアンツようやく1点を返しました。リプレイをご覧ください。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。第2球投げました、ナックルカーブ見送ってボール。振り返って2塁牽制球、第3球を投げました、打ちました。2塁ランナー3塁へ向かう、抜けた、センターバックホーム。いいバッティングを見せました。ようやく初安打になります。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。第9投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、打った、ファールボール。第4球を投げた、アウトローの直球はボール。第5球投げた、打ちました、ライナーだ、レフト前のヒットになります。レフトバックホーム。ジャイアンツさらに1点を返しました。ジャイアンツ見事チャンスをものにしました。先ほどのプレーです。さあワンアウト満塁という場面で大城、ジャイアンツ最低でも外野フライが欲しい局面です。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました、痛烈、いった、サヨナラアーチ、入った、サヨナラホームラン。大城ようやく今シーズン第1号、逆転サヨナラ満塁ホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ、チェンジアップを完璧に捉えました。サヨナラ勝ち、大城一発で蹴りをつけました。本日のヒーローは大城、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対3、ジャイアンツサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は大江、敗戦投手はブゼニッツ。ジャイアンツ今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。